特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。仮面ライダーガタックを語ろう。どうもゆうちゃまです。兜の2号ライダーといえば、鏡新た。鏡って、もう一人の主人公ですよね。鏡主観で見てみると、ストーリーがものすごく見やすいんですよ。なんかすごい一般的な目線というか、一般目線で見れる主人公。ある意味主人公でしたね、鏡。天道は、言葉にしないっていうダメなところがあるんですよね。それでね、もう周りを巻き込んでしまったりとか、種を明かさないというかね、あんまり人に頼らないところがある。ザビーに一時的にね、鏡はなったんですけど、やっぱりガタックに変身したのは嬉しかったですね。ついに鏡がオリジナルライダーにっていうか、こう自分だけのライダーっていうのは嬉しいですし、なんかね、こうなんか同じように喜びましたね。鏡と同じか。ガタックはマスクドフォームもライダーフォームも結構しっかり強いんで、カブトと肩を並べるには申し分ない強さでしたね。ガタックはもうね、ガタックゼクターをね、努力の末に手に入れた力だと思うので、努力で涙ですよね。本当に努力あってのガタックですから、もしかすると田所さんがガタックになってた可能性もあるかもしれないですし、鏡でよかったです。本当ライダーカティンとかライダーキック、2つの必殺技結構好きですね。ガタックキックのこうなんか足をこう間に入れていくあのキックの感じが好きですバイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。